パダングサーカ1795パダンは、インドネシア、西スマトラ州の州都であり、最大の都市である。16世紀から交易の中心地だった。16世紀から17世紀の間に、インド、ポルトガル、イギリス、オランダの間で故障の栽培と貿易が行われた。1663年に、オランダ人により占領され、1680年に、交易所が建てられた。 第四次エラン戦争中の1781年から1784年までと、ナポレオン戦争中の1795年から1819年までの二度に、渡り、イギリスにより占領された。1780年代に最も重要な、公益品は、近郊から採掘された金であった。近郊の採掘量が減少すると、コーヒー、塩、織物などが、 主産物となっていった。1797年、海岸で起きたマグニチュード8.5から8.7の地震による高さ5から10メートルと見られる津波によってパダンは徹底的に押し流され浸水した。地震は多大な損害をもたらし、二人の死者を出した。一方で津波はエアーマニス村の家々を倒壊させ何人もの死者をもたらした。 アラウ川に係留された船は上流へおよそ1キロメートル流された200トンの小舟を含めて陸地に押し流された。1833年、ブンクル周沖に起こったマグニチュード8.6から8.9と見積もられる地震による高さ3から4メートルと見られる津波に再び襲われた。パダンは地震により多大な損害がもたらされ、荒川の中で係留していたボートは津波のために怒りを壊され、 あちこちに流された。シンガポール地球観測研究所のケリー氏へによると、近い将来パダン沖に MW8.8 の開口型巨大地震に見舞われると警告している。独立時には人口約5万人の都市であった。コーヒーは未だに重要な産物であり、また内陸部の農場で作られるコプラも主な産物であった。人口の増加理由は一部の都市領域の成長の 結果でもあったが、ある時には多くの発展途上国で見られる大都市への人口流入の結果であった。パダンは11の軍に分けられる、バンガス・テルーク・コップン、コト・タンガ、クランジ、ルブック・ベギーロン、ルブック・キランガン、ナンガーロ、パダング・バラート、パダング・セレトン、パダング・テムル、パダング・ウタラ、ポー・パダンは、パダン・パリアマン県のケテイピングに新しく開かれた。 ミナンカバウ国際空港によって接続されている。パダンのテルクバユール港はスマトラ島の西海岸最大で最もよく使われる港である。アンダラス大学、リマウマニスキャンパスアンダラス大学はジャワ島外におけるインドネシアで最も古い大学である。メインキャンパスはパダンの中心から約1 2トルのリマウマニスに一致している。パダンにある他の大学は エアートワーのウニウェルシタスヌゲリパダング、ダックカーランロバング、ハッタユニバーシティ、エアーパカのベイトゥーラマユニバーシティ、ウニウェルシタスプートラインドネシアユートック、イーカサークチユニバーシティ、ウニウェルシタスマハミディアスマテラバラート、そしてタマンジスはユニバーシティである。ミナンカバウ族の料理は、領域の中心であり、最大都市の名をとって、一般的にパダン料理と呼ばれる。パダン料理レストランは、 インドネシア国内の至るところで一般的であり、辛い味付けとそれらを配膳するユニークな方法により有名である。パダン料理はタパスやメゼデスと同じように少しずつ様々な料理の皿が出されるが、いつも白米が食事の中心を構成する。パダンスタイルのレストランでは、カレーで味付けされた魚、揚げ物のテンペ、とろ火で煮られた葉物、チリナス、カレーで味付けされた牛、レバー、 フライドチキン、そして当然、インドネシアの食卓に偏在しているスパイシーなソースのサンバールなど非常によく味付けされた料理が何十枚もの小さい皿ですぐに配膳されテーブルが満たされる。客はずらりと並んだそれらの料理の中から欲しいものを食べてその分の代価を払う。最もよく知られているパダン料理はスパイシーな肉のカレーのルンダンである。外パダンが 地元で好まれる朝食であり、一方でさては、晩のごちそうである。パダンは、サッカークラブセメンパダングのホームタウンであり、クラブのホームスタジアムは、ハジアガス、サリムスタジアムである。パダンは、バッツ諸島や、メンタワイ諸島を目指すサーファーと、西スマトラの高地を訪れる旅行者のための、主な航空機の乗り継ぎ地点である。ソムドラ通りからパワイまでの間にある、パダンビーチは、 美しい日没と数百の食べ物屋台によって知られている。パダンの南にあるバンガスワンは水泳とボートに適している。アディタヤ・ウォーマン博物館は地方のミナンカバウ族の歴史と文化が展示され、主な展示品はルマガダン式の建物の中に収容されるパノラマ・オブ・パダング・サーカ1900欠片の気候区分では熱帯雨林気候であり、一年を通して高温多湿で非常に 降水量が多い。気温の比較差、年較差ともに小さく、極端な高温や低温になることは、ほとんどない。9月から12月にかけては、降水量が、やや多くなる。ステーション ID フォーミアパダングイズ96,163。ユーズニスステーション ID ツールオーケイト。ザサンシャインデュレーション。ありがとうございます。